続いてイチョウ情報です。今週のテーマは吉川のお宝発見育文学校です。はい、その育文学校なんですけれども、はいはい、育文学校と墨と筆で書いた、うんえー、45センチかける127センチぐらいの大きさの書が。 あるんですけれども、なんとそこの左脇には。改修かつ康義という署名があって、あの幕末から明治で有名な。政治家の方、かつ改修が、まあ書いたと言われるものがあるんですよ。あったんですよ。はい。吉川に。そうなんです。そしてですね、この幾文学校っていうのは、朝日小学校の前身ということで。 そうですね私の母校であります、朝小学校。でこの「育文」っていうのはどういう意味かっていうと、論語から取ってきているということで文化が盛んであるということでそういったような意味を持つちょっと学識の高いめんな名前だっていう印象をそれでは育文学校の歴史についてご紹介したいと思います。 えまず明治5年に学生というのが制定されまして、うん、え小学校の修学がえ奨励されるようになりましたうん、うん、翌明治6年から9年の間になんと吉川に八甲がえ開校されましてただあの当時の小学校というのはえ寺院、まあ、お寺ですねそちらをえ借用したものだったようですその育文学校は八甲神殿の東福寺 に開校されまして生徒数が男子45名女子6名少ないです教師4名という人数で開校しましたやはり初めは女子が極端に少ないで人数から見ても男女全体の就学率も低かった知りたいですかね授業料 お金がかかったんですねっ今の義務教育とは違って、うん、あの授業料がかかっててまあ誰もが簡単に入学できるような状況ではなかったわけですよね、うんはいで。あとはやはりその一般教養というかその実生活とかけ離れた教育になるということで、うん、あ,あの例えばね。うん ね、実際代にちゃん直結しないということでやっぱ、ね、お金もかかるしっていうのもあったかもしれませんねん、はい、でその後、明治25年に南広島に2階建ての校舎を新築しまして育文尋常高等小学校という名称で開校しました、はいまあ、こちらは洋風式の上下窓っていうんですかスライド式のそ、ね、おそらく、はい、のモダンな校舎。 はい、見てみたたかったです、ねはいまあ、こちらは吉川の歩という冊子の、うんえー、同版画でも確認はできますので,ですご覧になってください。その後、明治42年に学校名を旭尋常高等小学校と改称しまして、うんうん、その後は昭和22年に現在の旭小学校という名称に、えー、変わってきたという歴史がございます。うん、はいそ、うん、それでですねその 舟というこの有名な方がなんでここの吉川の地に、はい、こんなあの関係があったのかっていうことなんですけれども、うん、気になりますよね実はその吉川にお住まいの中村さんという方との交流があったっていうことで昔々中村武慶さんという方が内幸、はい、神殿と鍋工事の都庁さん。はい まあ村長みたいなもんですかねその後、その息子さんは実はその旭村の初代村長さんになられるんですけれどもそんな中村家に、うんえー、改修は改修日記という日記をつけていたんですけれども、うんはい、そこで中村さん家に一泊したということも書かれていたそうです。うんうん この辺田んぼが多いので、はい、まあ田んぼの売買とか、うん、そういうことの経済交流があったっていうふうに言われています。でその中村武恵さんと綱太郎さんとの交友関係から、うん、この海舟さんが書いた幾分学校っていうのが誕生したっていうことなんですよ。で今回あのそのそ中村さん からねあのー、お話を少し聞かせていただいたんですけれども、はい、中村さんのひいおじいさんはですねここの育文学校に通われていたそうなんですけれども。はいうん お寺の本堂が教室でその裏にね孤立倉庫みたいなところですかねそこに先生が住んでいて2階が宿舎ということで泊まり込みそこに入った生徒は泊まり込みで生活しながら勉強したっていう寮生活みたいなものなんですかねすごい厳しかったっていうふうにおじいちゃんおっしゃってたっていうことなんですけれどもただその生徒はね えー、お医者さんとか教員を目指すとかっていうことでも、うん、もうう志も高く、うん、もう勉強したっていうことなんです、はいうん、でその当時から掃除っていうのもあって<ー>日本のこの掃除学校の掃除とか,とか、うん、掃除文化って結構世界で称賛されてるじゃそうですね。その頃からやっぱりそういうことがあって、うん、やっぱりこれも寺子屋から<ー>、うん、学校に発展していったっていう歴史。 からなのかなというふうにちょっと思いました、うん。ね、で、そんな幾文学校はもうそのものを、はいうん、まあ何もその当時のものっていうのは今残ってないんですけれども、はい、その跡地に今、はいえー、記念碑が立っているっていうことなんですね。なるほど。今あのー、先ほどからもお話ししている幾文学校の書というのが、はい、あのー、展示されるイベントが あるんです、はいはい、貴重ですね、はい、でそれが市政施行25周年記念展、はいはい、町から市へ吉川66年の歩みということで、はいうん、12月の1日の水曜日から12月の7日の火曜日まで、うん、土日を除く午前9時30分から午後4時半まで吉川市役所のコミュニティルームで行っていますお問い合わせの方は電話番号0489843563 障害学習課の方でそしてですね今回お話を伺った中村さんからなんですけれども、まあ、かつてこの土地に近代教育史の第一歩となる学校が存在していて歴史に名を残すような人物が訪れてそして貴重な一筆を残していたっていうことは。 地域の誇りとして後世に語り継いでいきたいっていうふうにおっしゃってました、はい、なのでこのね本当に貴重なものを、えー、今公開中ですので皆さんもぜひねご覧になってみてはいかがでしょうかそうそう吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナマズ今週はひろしとよしとすずもでお送りしました来週もお楽しみに